スノーマン自身が主演演出する舞台「滝沢歌舞伎ゼロファイナル」の映画館生中継をわちゃわちゃと告知4月19日から4月30日の千秋楽まで全15公演のライブビューイングが決定4月8日から東京新橋演舞場にて開催されているスノーマン主演演出の舞台「滝沢歌舞伎ゼロファイナル」4月19日からは同公演のライブビューイングもスタート 4月30日の千秋楽まで、計15公演が全国の映画館に生中継される。そして、この度スノーマンメンバーによる告知動画が、スノーマン公式 Twitter と松竹チャンネルにて公開。2分話の動画の中で、衣装のきらびやかなスーツを身にまとったメンバーが、思い思いに、滝沢歌舞伎ゼロファイナルの歴史や、意気込みなどをわちゃわちゃと語っている。